フザビアンリ・ナポレオン・ルルーはフランスの作曲家。ルルーはイタリアのベッレトリに生まれた。父は軍学隊の学長を務める人物だった。パリ音楽院でジュール・マスネとテオドール・デュボアに支持したルルーは1885年にカンタータ・エンデュミオンによってローマ大賞を受賞した。これに伴い留学したヴィラ・メディチにおいてはドビュッシーに共鳴している。 1896年からは音楽院の家政学の講座で教壇に立った。また彼はレビュームジカを率いた。ルルーは管弦楽曲や合唱曲、歌曲、ピアノ曲などに作品を残した。またミサ曲やモテットなどの宗教音楽も作曲している。しかし彼に最大の霊感を与えたのは歌劇場であり、当初はアイスキュロスのペルシア人。 アリストパネスの福の神などに不随音楽をつけていたが、後にオペラに転校してこのジャンルで最もよく知られるようになった。中でも一番の成功を収めたのはレシーミノであり、1945年までのオペライコールコミックザにおける上演回数は106回に及んだ。彼の文化からは、ポール・パレー、ロジェ・デゾルミエール、ウジェーヌ・ビゴー、ジョルジュ・ダンドロー、アルベール・ボルフ、 アンリ・ミュレ、ルイ・フレスティエ、マルク・デルマラが排出している。ルルーはパリに没死した。ありがとうございます。